はいどうもピョキングです。今日もトロールコースト一発マリオやっていきますか。で今日のトロールコースハッピートロールプリンセスカッコトロールレベルということで、説明文にですねゴールするまでに時間がかかるかもしれませんが頑張ってやってみてください。制限時間は300秒なのでゆっくり考えて罠を回避してくださいって書いてるんですよ。なんて優しい方なんでしょうか。罠を回避するために考える時間をくれるというとても素晴らしいコースだと思うんですよ。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.86% だったね。本当に考えさせてくれんのか。開幕何々はないだろうな。開幕モンティー、ちょっと話が違うじゃないですか。考えさせる時間くれるんじゃないの。じゃあ一旦ここはアームに乗っていいのか。乗ります。何もないのか。何かあってくれよ。今罠に引っかかる準備したぞ。ここは何か来る。そして上、うわ、あのリンク絶対いるよ。あのリンクを取って一旦、ちょっと待って、あのリンク取れないのかな。取ってしまうとアームに引っかかれないみたいな、そんなただのボンミスじゃねえかさっきのは。それじゃあこの果てだ、魚が出てきたら剣で倒す。何も出てこないのか。じゃあ一旦この右のブロック開けてみよう。こっち怪しくない。ドカンだね、絶対に気が正解。上は入れない感じだね。それじゃあ進んでいきますか。そしてここはドスを襲ってくるのか。どうなんだ、立て、ナイス。そしてどうしよう、左のブロック怪しいぞ。あっつ、もう分かりました。ここは一旦ドスを回避しておいてジャンプして右に行けっていうこと。また熱いやん。うわ、ここが分かんねえな。右に行けばいいのか。走って、多分そうだよ。ここに行けば大丈夫。そして上、はっ、なんもない。さすがの僕もここまで引っかかればもう分かるよ。ここはさ、指でパウを叩いて上に行けっていうことだね。そしてあのピー、叩かないでいいのか。一旦出しておく。うわ、出せない感じだね。ぶっ壊しとこもあいつ。それじゃあこのまま進んでいきましょう。隠しブロックがないよな。じゃあ、あ、間違えた。すいません、今日ボンミス多いかもしんない。隠しブロックがないっていうことが分かったんで、ここでジャンプ。そしてこの四角の枠、ジャンプ。なんだ、何が出てくる、これ当てだ。期待してるぞ、魚。それじゃあ次はシーソーに引っかからない。ここは一旦ジャンプしてシーソーを避けて、キノコが降ってきたよね。このキノコを取って右に行けと。それで合ってるでしょう。さあここは隠しブロックありそうだな。次こそ頼む、ないで。なんだ、あんって。さっきここで変な声出ちまったじゃねえか。じゃあここは上に行って、右が怪しい。なんもない感じか。それじゃあこのドアに入っていきましょう。何もしないでいいよ、絶対。そう、あー、なんかまた出てきやがって、このプクプク野郎が引っ込んでろ、ザコか。それじゃあこの先シーソーがあったよね。そのシーソーに引っかからない、ドスが来るタイミングでジャンプ、ナイス。はっ、忘れてた。それじゃあ次は絶対にあの魚に引っかからない。この上にさあったい。よし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 、まあ引っかかるところやった。いや、この上にさ乗ろうとしたんだけど、あの魚がいいところに、なんかツルツルしてんじゃねえ。なんかね、右下の部分ツルツルしてたんだよね。氷なのかな、それともレールか、どっちかなんだけど、あ、氷っぽいよ。じゃあ右に行かないようにして上に行きたいと思います。大丈夫か。ここは鉄球、ナイス、信じてたよ鉄球。そしてこの引っ込んでろっつってんだろ。僕はもう魚に引っかからない。この辺だったよね。この辺だ。落ちてくる、頼む。え、落ちてこないの、落ちてこないじゃん。いや違うんだって、魚の出る場所さえ分かればこっちのもんだよ。この先ぐらいだったよね。さあここのカキも倒して右下に行きそうなんだけどな。まあ普通に上に行ってみる。そしたらやっぱりね、そんな感じだと思いました。まあでも僕は中間ポイントがいらない男だからね、中間ポイントないで、あのクリア。食べられてやんの。いや、それはないやろ。いい加減にしなさい、ピオキング。今日は魚に何度やられてるの。今度から晩ご飯、魚ばっかりにするわよ。いい、やめて、お母さん。僕は魚より肉派なんだ。そして今日宅配便来るけど、こんな声聞かれたらまずいと思わないですか、皆さん。次は中間ポイント取りたいと思います。あぶね、また魚に引っかかるところやったね。はい、それじゃあ中間ポイントからだね。なんか雰囲気がさっきの違うな。さっきはさ、骨が出てきたけどやっぱ骨じゃないみたいな、そんなことはないよね。一旦ここは何もしない。あぶね。そして上、
さあ、かぶっていいんでしょうか。まあ、普通に考えるとかぶってこのブラパを上にやるしかないよね。あ、合ってたんだ。この上が名もない感じか。じゃあ一旦このまま右に進んで、おお、が変わらないか。変わんねえな。じゃあこのハテナ叩いて右にダッシュ。あっつ、くない。なるほどね。これかぶったらいけなかったのかな。じゃあこのメットは右に蹴ったら大丈夫っていうことなんだね。なるほど、そういうことか。そしてこのままパウルも叩いて右に進めると、たまにはまで役に立ってくれるじゃねえか。いつもそんくらいぐらい役に立ってくれよな、友達。こっちの場ではヤバいやつ。じゃあこのドア入って丸丸をすぐ右に避けろ。多分これで合ってるね。そして下に、ああこういうのすごい好きだよ。じゃあここは一旦バネを避けて、そしてもう一回右にジャンプしてブロックを避けて進めっていうことだろうね。それじゃあ行きますか。うわ、どうしよう。ここは右にジャンプか。よっしゃ、避けた。なんでまたいるの。この方のトロールコースマジで好きだわ。他にトロールコース作ってないかな。作ってくれてたらね、ぜひ他のトロールコースもしたいなって思うんですけど。それじゃあ進んでいきましょう。ここはどうしよう。ジャンプ、ナイス。いや、うわ、これ右が正解っぽいね。カロンがあるもん。こっちはなんだ。頼む、こっちが正解でやってくれ。あっつ、こっちが正解だった。バカめ、残り2枠。左は、あ、こっちは電極派だ。それじゃあここはさ、この上の場所からで合ってたんだよ。そしてオッケー。あそこにまさかボム兵を隠してるとはな。一旦左に避けておいてドアに入る。これで完璧だね。それじゃあ進んでいきますか。何もしない、この子は何もしないがいいぞ。開ける以外で、左に蹴ってみようか。右はまだ、いや、ほら、合ってる合ってる。そして土下に入れっていう感じだね。来ました、もうすぐゴールなんじゃないでしょうか。まだ全然だな。キャッチルスチャーン。次こそ絶対に中間ポイントを取ってみせる。ここは右ダッシュしろっていうことなんじゃないかな。頼む。うわー。頼むってなに、そんなことしないでって。さっきは仲間だったじゃんか。裏切ったよ、このバレ野郎が。絶対次こそ取る。あのバネにさえ気をつけていこう。そして中間ポイント。やったね。この第二中間ポイント取るだけでかなり苦労したね。ここは何もしないでいい。そうだろう、一緒やじ。まあまあ、ここは早く右に行けっていうことだね、きっと。そしてこの音符を叩く。やでい。じゃあここは音符を叩いてすぐ右に行けっていうことかな。そしてこの上、合ってんのかな。このドクロリフトに乗って、しゃがむ。お前が出てくんのか。じゃあここは右に渡った瞬間すぐ上に行く。そして靴を履く。これで合ってると思うんだよな。そんで飛んで右上に行けっていうことじゃないかな。そうでしょ。ジャンプ。あれ、リンクがいる。あ、なるほど、ここでリンクを取らなきゃいけないのね。なんでここで右上に行った瞬間、この場所にね、リンクが来たんだよね。そして右に行けと、そういうことでしょう。さあ、この先は結構長いね。あ、まだまだゴールなさそうだね。どうしよう。指ですぐ右に行く。うわ、なんか変わりそう。あ、変わらなかったね。ここピース位置が変わりそうだったんですけど。で、ここは一旦右の開けておいて、このキノコは何なんだろうね。オンオフしてから当たってこなきゃいけなかったのかな。ここでオンオフをして、一旦リンクを捨てて右に行けないよ。危ねえ。ナイス回避。でもさ、これ右に行けんのかな。あ、ピヨンがなくなったらいけそうだね。いけんやん。すいません、皆さん、わかりました。ここでオンオフをして、これ爆弾と一緒に当たればいいんだよ。そしてキノコを取って上に行けるっていう感じだね。それじゃあ進んでいきましょう。なかなか冴えてんな。これはゴールじゃないの。ゴールしてるよね、これ。あ、動かない。やった。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ追い越し左遷ということで。
バーバ様、日本語が弱いんでしょうか。追い越し左遷じゃなくて追い越し車線なんですよ。僕でもそのくらいはし、はい、狂ったやつは置いといてですね、このコース一番先頭にいるトゲさんを抜いて鍵ドアに入っていけっていうコースだと思うんですよね。で、問題の鍵なんだけど、これダウンロード画面だから見えなくって、鍵は ID のマークの裏に隠されてるんだよね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率 0.46% で、下の方はブロックがたくさん設置されてたから下は走っていけるんじゃないかなって思うんですけどね。マジかよ、下のブロック全部下に落ちんの？ということは、あのブロックなしでこのトゲゾーたちを抜いていけっていうことでしょ。うわ、めっちゃ難しそうだな。一旦やり直してみるね。てっきり下のブロックは設置されててさ、下は走っていけるって思ったんだけどな。どの辺で抜けるんだろう。この辺なかなかいいんじゃない。そしてここでジャンプ。全然遅い。めっちゃ先頭早いやんか。じゃあ下のトゲゾーが残り4匹ぐらいになったらジャンプしてみるね。この辺でどう。いや違うんだって、これ全然足らねえ。4匹目がジャンプした時ぐらいに行ってみよっか。それでいけるかな、この辺。よっしゃ、いや鍵取ってないよ。あ、間がすり抜けれるんだね。ということはさ、下もすり抜けてどんどん早く行けっていうことじゃないかな。いや、じゃないかな、じゃねえんだよ。この間をすり抜けていくのめっちゃ難しいよ。だってさ、このトゲソー動いてるんだよ。この間をすり抜けていけって、このトゲピーファン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 、そこの赤いの止まりなさい、スピード違反だぞ。やだね、僕を止められるのはピーチ姫くらいだもんさ。コーンが邪魔すんじゃねえ。オッケー、ファン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 、そこの緑止まりなさい、公務執行妨害に対応する。うるさい、お前らがお兄ちゃんをやったんだろう。僕がお兄ちゃんの仇を取ってみせるさ。やったよしよしよし、どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてイオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。